こんにちは、坂本と申します。よろしくお願いします。この人間生態学フィールド医学講座という講座は松林幸三先生という方が創始されて開拓されてきたんですけど、今年度で退官されまして、で来年度以降誰が担当責任になるかはまだ決まってはいないんですけれども、この講座自体が継続するということは決定しているというふうに伺っています。でフィールド医学っていうのは疾病老化のありさまを自然環境文化背景 との関連でもう一度捉え直そうとする研究領域です。でいろんな場所にフィールドを持ってるんですけど、日本国内の高知県や例えばブータン、僕が担当したのはブータンという国なんですけど、ブータンでは例えばこういうところに行ってですね、往診に行きます。まあ、病院に来る方だけではなくてですね、現地に暮らしている方のところに行きます。そして、山の上にね暮らしている方もいるんですけど、電気がない家などで、患者さんを見て接していきます。でこういう方々っていうのは、例えばブータンの方っていうのは病気の原因っていうのは神様が起こったからだと考えている人たちもいまして、例えばここでは湖にダンリンという神様がいて、それが起こると病気が起こるとか、そういうふうに考えられています。また死に対してもですね、輪廻転生を多くの方が信じてまして、死んでも次に生まれ変わるということを多くの方が信じている、そういう場所で医学っていうのは一体どういう役割を果たすのか、現地にもう既存、代々受け継がれてきたシステムとどう調和して何どういう貢献ができるのか、で人間とは何なのか、生きるっていうのはどういうことなのか、そういうことを考える学問だと私は認識しております。で、フィールド医学っていうのは病院から地域に出て生活の場を重んじる学問です。それを実践したいと思っております。でもし興味がある方は川端通り に沿ったところに稲森記念財団っていうのが稲森財団記念館っていうのがありますので、そちらまで来ていただければと思います。何卒よろしくお願いします。